皆さん、こんにちは。21日に都内で開催された日本バレーボール協会の理事会、男女の新監督について具体名は明かされませんでしたが、水面下では着々と人選が進んでいるようです。今回のパリオリンピックで8強入りを果たした男子代表はフィリップ・ブラン氏が退任しており、2028年ロサンゼルスオリンピックを見据える上で、河合俊一会長はパリオリンピック以上の成績とアンダーカテゴリーも含めた強化の2点を軸に候補者を選考しており、2021年東京オリンピックでフランス代表を金メダルに導き、 SV リーグ大阪ブルテオンの監督を務めるロラン・ティリ氏に一本化したようです。河合会長は、担当者レベルで本人と話し合いはできている、細かい調整が済み次第発表できると交渉の進展状況を語っています。またパリオリンピックで1次リーグ敗退に終わった女子代表の新監督をめぐっては、いろんな方々が推薦に上がっている、ある程度決まっていたが、そういった意味で調整の時間が必要と言葉を濁しました。しかし複数の関係者によると、パリオリンピック代表を率いた真鍋政義氏が続投の意思を示しているといい、ある関係者は、まだ決まってはいないけど続投が有力と聞いていると説明しています。さて、続投が有力視されているという真鍋氏ですが、ネーションズリーグで史上初の銀メダルを獲得した手腕が評価されているその一方で、今年の9月下旬に一部週刊誌にて報じられた不倫、情報漏洩に関する問題を懸念する声もあるといいます。当時、真鍋氏は取材に、出会いが多いんで、わからない、全くない、記憶にないとし、日本バレーボール協会は一貫して、事実関係を把握していませんなどと、明確な回答を避けていました。問題発覚から約1ヶ月が経ち、改めてこの問題を問われた真鍋氏は弁護士を通じて、個別の質問にはプライバシーもあり、回答は差し控えさせていただきます。もっとも、この度は軽率な行動で関係各所にご心配とご迷惑をおかけしました。今後はより一層バレーボール界の発展のために尽力いたしますと、一連の騒動を認めるコメントを出しています。これまで報じられてきた真鍋氏の騒動について振り返ってみると、40代女性 A 子さんの友人である B さんが、真鍋氏が代表監督に復帰した2021年以降、真鍋氏と A 子さんが不倫関係にあったことを証言しています。 B さんによると、家族がいた A 子は真鍋さんと不倫関係になった数ヶ月後、真鍋さんの面倒を見る、信じてほしいという言葉を信じて離婚し、交際を続けていました。兵庫県に住む2人は基本的に県内で逢瀬を重ねていたが、真鍋さんは女子代表チームの合宿期間中、遠征先である東京や鹿児島に A 子さんを呼び寄せ、2人でホテルに宿泊することもありました。岡山の遠征先に呼び出された時には、食事の場に日本バレーボール協会の河合俊一会長がいることもあったそうです。真鍋さんは A 子さんに日常的にチーム内部の情報や選手の人事について話していたとのこと。ところが2023年の秋頃に、真鍋氏の女性関係について A 子さんが疑いの目を向けたところ、真鍋氏から連絡が返ってこなくなり、急に知人を通して解決金についてという一枚の紙が渡されたといいます。その時の A さんの様子について B さんは、ショックを受けた A 子はその後不安症を発症してしまった、交際当時から A 子から相談を受けていたので、パリオリンピック前に協会の通報窓口に一連の情報を伝えましたが、窓口から返信が来たのはオリンピックの終了後でしたと語っています。問題の一つとして特に懸念されるのが、真鍋氏が A 子さんに代表チーム内の情報を漏洩していた件です。ある週刊誌は、真鍋氏が A 子さんに渡していた代表チームの予定表を入手しているといい、その予定表には真鍋氏が会える日にペンで印がつけられていたようです。真鍋氏が A 子さんを呼び寄せた、合宿先へ移動する際の交通費などは日本バレーボール協会の事業費である旅費交通費に含まれているとみられますが、日本バレーボール協会は費用の出どころについて把握していない事実関係をもとにした仮定的な回答は差し控えると回答しています。しかし、日本バレーボール協会に助成金を支出している日本スポーツ振興センターは独立行政法人であり、その財源には国民の税金が含まれているため、真鍋氏と日本バレーボール協会には疑惑に対して回答する責務があるはずなのです。元テレビ朝日法務部長で弁護士の西脇恭介氏は、真鍋氏の行動の問題点について次のように指摘しています。日本代表の活動については、
公的な支援に支えられていることもあり、各競技団体が厳しい行動規範を作っている。日本バレーボール協会もコンプライアンス規定で著しくスポーツパーソン、スポーツ関係者として品位、名誉に欠ける行為を禁じているので、真鍋氏の行為はこれに該当する可能性が高いと考えられる。また個人情報や日本バレーボール協会において機密とされる情報の漏洩も前出のコンプライアンス規定で禁じられています。そんな中で日本バレーボール協会と真鍋氏が一大事として直面したのが、冒頭でお話しした次期代表監督選びでした。あるバレーボール関係者はこう語ります。日本バレーボール協会にとって大きいのは、真鍋氏がスポンサーを引き寄せる力を持っていることです。真鍋氏が2022年に監督就任した際、日本バレーボール協会と代理店業務契約を結んだのは電通と、真鍋氏が2021年いっぱいまで理事を務めていた広告代理店 A の2社だったと聞いている。株式会社カプコンなどの主要スポンサーは A が契約を取り付けました。カプコンとの契約金額について河合会長は、おそらく過去最高額と評していて、協会としてはそこを手放したくないのでしょう。ですがどのみち日本バレーボール協会には、真鍋氏が認めた軽率な行動についてコンプライアンス違反に当たらないかを調査する責任があるはずです。河合会長は2022年の就任時に協会が注力すべき軸について次のように挙げていました。一つ目はガバナンスの高度化、法令遵守体制と内部統制体制の確立は自身の企業経験も踏まえ組織維持に最も重要な要素で、現在の日本バレーボール協会に一番必要とされている要素である。こういった一連の流れによって新監督についてはより大きな注目が集まっていたのです。そして21日の理事会後には、日本バレーボール協会の国部博之専務理事がオンラインで取材に応じ、真鍋氏をめぐる一部週刊誌の報道に言及しており、週刊誌の報道内容について事実を調べていることはない、週刊誌の内容と照らし合わせて確認している事実はございませんと語った上で、いろんな事実の確認は今しているが、それはどちらかというとコンプライアンス関係の方に通報があったもの、その通報内容について確認をしているところと説明。河合俊一会長は、次の理事会を目指して調整する、ある程度絞られてきたが条件がまだまだ整っていないと協会の声明を発表しています。真鍋氏の続投はかなり有力視されているようですが、現在も公式な発表とはなっていないようですね。今後どのような発表がなされるのか、次の理事会に大きな注目が集まりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。